光ひな子のコロッケ物語2。どうも、今日はですね、この大好きなコロッケを紹介します。これはこの前動画で言ってた高円寺揚げ物ストリートコロッケ御三家のうちの一つです。揚げたての時は無理ですが、今は冷めているので素手でいけます。食べ歩きの場合は茶色い包み紙でソースも言えばもらえます。それではいただきます。え？なんで？あ、人類の夜明け、人々、生活、寂しい、一人ぼっち、うん、大丈夫、大丈夫だよ。あなたのそばにいさせてほしい。